はい、速稼塾の久保です。今回の竹中平蔵さんの、ね、動画はね、前半の方に私ね、すごく大きな、気づきというか確認事項があったんですよ。というのが、今回の第3次補正予算なんですけども、年末、そうですね、11月の下旬から12月の中頃まで私このテーマでお話したことがあるんですけども、財務省の方ではね、やっぱりこういかに補正予算といえども第3次という異例の補正予算なんで10兆円規模に抑えたいということで、かなり要求書が出ていたんですよね。で、いろんな抵抗のある中で10兆円という要求にとどまったというふうに、財務省の方では胸を張っていたというね、そういう記述があったんですけども、ただね、菅総理はそれに抵抗してですね、34兆円最大34兆円まで補正予算を出せというふうに要求してたらしいんですよ。ここのリーダーシップはね、さすがだなと思ったのと同時に、菅総理、ここには国民生活支援がちょっと入っていかないんじゃないかなと、100兆円ぐらい組んでくれないかなという思いはあったんですけども、現実的に前例のないことなんで、なかなかね、総理としても100兆円っていう発想にはならなかったのかなと思います。これはね、総理の立場になってみないとなかなか分かんないんですけども、やっぱりね、30兆円規模でもかなり勇気がいったと思うんですよ、私はね。別に肩を持つわけではないんですけども、現実50兆円なんて言い出したら気が触れたんじゃないかと思われて、その後全く話が聞いてもらえなくなる可能性もあるんで、その中でね、政調会長の声もあって34兆円ってものを多分ね、提言されたと思うんですよ。その中で調整して20兆円前後に今回第3条さんがなったのかなとは思うんですけども、この真水の金額ですよ。で、今回ね、竹中平蔵さんのこのね、動画を見たら同じこと言われてたんで、あの時にいろいろと資料を漁って、私がね、考えてたことは、そうだったんだなって思うことができたんですよ。ちょっとね、やっぱり竹中平蔵さんね、かいつまんで話すことにいろいろと反感はあるんですけども、正しいこと言ってる部分もきちんと捉えたら、拾いていけるんで、その辺は信頼できるなと思うんですよ。ただ、こういうふうな信頼できる情報を積み上げて、一部だけね、ちょろっとね、なんか利益誘導してるんじゃないかなって疑いは私も消えないんですが、大まかにはですね、やっぱりこの国を良くしていこうっていうエネルギーはあるんですよね。ただその中で、この国を良くしていく中で、自分が一番良くなりたいなっていう気持ちがもしかしたらあるのかもしれないと。で、もう本当にあるのかもしれないんですけども、この辺がまだね、気持ち悪いところっていうかね、私もね、すぐに人を疑って良くないのかもしれませんけども、それが消えないわけですよ。考えてみたらね、竹中平蔵さんが、派遣会社、あれの、ね、規制を緩和したときに、竹中さんがやったというよりも、これは業界全体でやったんで、竹中さん一人がそれをね、号令かけて全部を可能にしたっていうこととはちょっと違うと思いますけども、結局きっかけになって、名前を出すとしたら竹中平蔵みたいな形になっちゃったんですけども、ただあの時も派遣会社のそのエリアが広がったことによってね、その時に目先の就職ができた方もいたと思いますし、よし、これで派遣社員から社員になるぞって希望を持って働いた方も結構多かったと思うんですよ。それは労働者の選択であってね、私の場合は10年間派遣会社、どこの会社を受けても全然不合格ばっかりで全然採用してもらえなかったんで、当時はもう羨ましくてしょうがなかったんですよ。派遣社員になりたいなと。時給1250円から1600円でしょ。で、場合によっては入社祝い金とか30万とか、ね、結構並んでてね、車作りたいなとかね、愛知県行きたいなとか思ってたわけなんですけど、一社も取らなかったんですよ、私30代で。で、ガードマンを日当6500円でやってたわけですから、その瞬間私から見たら派遣社員なんて輝くようなね、仕組みだったですよね。でも他の方も同じように思ったんで、派遣会社に入ったんだろうなと思いますけども、長い時間を経ってみたらね、やっぱりその派遣会社の規制緩和したところのあらも見えてきたということだと思いますんで、別に竹中さんがね、人をだまくらかして、派遣社員になることを誘導したのかなと思ったら、今振り返ってみたら、いや、選択肢を増やしたっていうところに関しましては、竹中さんがもしかしたら大きな力を発揮したのかもしれませんけども、その選択肢を選んだのは誰なんですかっていうふうに考えると、俺も選んだしなみたいなね、結果選ばれなかっただけで、なんかいろいろですね。今日も動画いろいろと見させてもらって、考えさせてもらって、なるほどなと思うところがありました。皆さんはどういうふうにお感じだったでしょうか。コメントにはね、竹中平蔵には裏があるっていうふうなことね、結構ね書かれてますけども、裏といえばこれ誰にでも裏はあるなと思うわけなんですよね。やっぱりね、彼女に優しくするのも、その後でなんかいいことないかなっていうね、裏があるといえば裏がありますし、これキャバクラ行ってもね、男性は裏だらけですからね。そう考えたら私もちょっと恥ずかしい思いがするんですけども、今日はちょっとドル円負けてますね。ちょっともうちょっとで1万円の含み損になりそうだな。ちなみにビットコイン大きく値段が下がりましたけども、これ全然 OK ですよ。取得単価がね、随分下なんで、私の放送を見てる人は多分100万円以下で取得してると思うんで、まだ大幅な含み益だと思うんですよ。ただ400万超えた時に利確できた人は賢かったですね。まだまだこれを何ですか、押し目にしてどんどん値上がりするんじゃないですかと楽観的に考えてます。いってらっしゃい。